はい、豚車のネジ回し、もう無理なところは切るしかないと思って、プラズマカッター買ってみました。この先からプラズマが出て、風でそれを飛ばしながら切断するっていう道具です。ちょうどいいあのマキタの台車が空いてたんで、それに積み込んでこれで現場へ持って行ってみたいと思います。切れるかな。とりあえず最大出力でやってみようと思います。はい、いつものマスク。ちょっとすいませんね、初心者なんで、ゆっくり。なんか切ってもいい道具で、試し切りしてみるか。これなら、多分切れてます。分かりづらい。やっぱ錆びてるとアースが出ないんだよ。
しい、切れた。面白くなってきました。うん、撫でれば早いかな。向こうからここまで15部屋、多分2、20個ぐらい切ったのかな。ノズル、この先のノズルが1回もう開いてダメになっちゃいました。まあ慣れてないのもあるんだけど、まあ大丈夫でしょう、使えるでしょう。ただね、当てる角度が難しい。もうちょっと練習します。プラズマカッターの回でした。はい、おしまい。